はいはい、適当です。今回は、ポケコロのプレゼント企画をね、やりたいと思います。期間は12月14日、まあ、本日から12月24日、まあ、クリスマスイブまでですね。一応なんかこうクリスマスプレゼントみたいな感じの企画としてねやっていきたいと思うんで、まあ24日クリスマスイブまでとさせていただきます。プレゼントする内容として合計10個プレゼントしようと考えています。じゃあ早速1個目からよっと、スーパーレアのひんやりアイスエクステですね。そして2番目、運命の時を待つ白黒うさぎの木、これも同じくスーパーレアで、スーパーレアはねこの2つです。そして3番目、ミッドナイトピンクリップ、これレアですね。これ以降はね全部レアなんで、ミッドナイトピンクリップ。そして4番目がいたずらしちゃう魔女の口。ちなみにこれはね、2つあるんで、所持数3つ持ってて、まあ、2つダブってるんで、これ2つとも、プレゼント内容に入れます。なんでまあ数的に言うと合計11個なんだよね。はい、次、ミッドナイトフラワー。そして6つ目が、標的を射抜く投げナイフ。そして7つ目が、本性を隠すアイマスク。そして8個目、うららか秋バラ色の頬。そして9、モフモフハートベアちゃん。そして最後が、鳥のウィッチドレス。この合計ね10種類、そして数は11個を、まあ、プレゼントの内容にしたいと思います。そんでね、まあ、抽選内容としては合計応募者にこうランダムでこう当選したら送ってく形ではなくて、1個1個、例えば、まあ、ひんやりアイスエクステが欲しい人にこう10人集まったらそこで抽選、そしてこの木に20人集まったらそこからまた20人の中で1人抽選っていうね形にしたいと思う。まあ欲しいやつが当たった方が嬉しいし、なんて言うんだろうな、まあ集計も楽なんで、まあそういう形を取りました。そんでまあ注意事項としては1人1票まで、入れることができます。そんで応募方法、これが一番重要だね。応募方法としては、ちょっと待ってね、この動画の概要欄、この動画の説明欄に、URL リンクが貼ってあるんですけど、そこから、投票してもらう形になります。そして応募方法が分かんない人のために一応ねこう一通り説明していきたいと思います。まずポケコロプレゼント企画っていうねこのページが開かれるんだけど、以下の質問に答えてください。そしてね、まあチャンネル登録することをね、応募条件にねしているので、まあこれは済ませてください。そして2つ目、ペンネームを教えてください。当選した場合動画内で読まれます。これはね、これは動画出すときに、本名だとね、良くないので、まあ本名じゃなければ何でもいいです。動画内でこう〇〇さんが当たりましたっていうときに使うペンネーム、まあ、適当でいいです。あんま被んないようにしてほしいかな。うん、それさえ守れてればまあ OK。 んで次、これ重要、あなたのポケコロのマイコードを教えてください。そしてこの情報をね他人に公開することはありません。これはねめちゃくちゃ重要、これなかったらプレゼント送れないんで、これは絶対書いてくださいっていうか、まあここに書かないと進めないんだけどね。次、これが一番重要欲しいアイテムを教えてねって。でこれが1番ひんやりアイスエクステ、2番運命の時を待つ木ってこう10個まであって、まあこれは分かりやすいかな。そんでミッドナイトフラワーかな、どれだ、あ、いたずらしちゃう魔女の口、これはねダブリが2個あるんで、まあ確率、当選確率は2倍になります。これはね。んで最後、適当のチャンネル動画に何か意見や要望があれば教えてください。まあこれは任意なんで、まあ書かなくても書いてもどっちでも OK です。というわけでね、まあこれ書き終わったら多分なんか OK ボタンが出ると思うんで、そこを押せば、登録っていうか、応募完了です。で応募完了するとこの
なんていうの、レスポンス、まあ応募した人のなんて投票したか、なんて応募したかっていうのが分かるところに送られてきます。まあこれは俺しか見れないからね、まあそれは安心してください。ここで集計するんで、そんで24日に締め切って25日かなに当選発表の動画を出したいと考えています。じゃあちょっとおさらいしてみようか。まず応募要件が、チャンネル登録すること、そして、応募フォーム、この Google フォームに、入力することで応募、この2つだけ以上です。たくさんの応募お待ちしております。というわけで今回はねこれで終わりです。さようなら。